皆さんこんにちは、シルカーズチャンネルの大峰です。今回は新宿にある美味しい中国上海料理が食べられるお店、上新楼さんに行ってみたいと思います。上新楼さんへのアクセス方法は西武新宿線西武新宿駅の北口から徒歩で約5分です。西武新宿駅を出たら大久保方面に向かい、食安通りを渡って左に向かいます。ガード下をくぐるとすぐのところに上新楼さんがあります。到着しました。店内に入ると縁起の良いひし形の福と書かれた春蓮が飾られております。自動ドアのドアは半分開いており、換気をしっかりされていて、アルコール除菌スプレーなどが置いてあります。店内は白を基調としており、清潔感が漂い落ち着いた雰囲気です。ランチメニューはオーソドックスな中華料理の定食10種類と麺類があります。今回は2番の牛すじラーメンを注文しました。牛すじラーメンが到着しました。それではいただいてみたいと思います。牛すじラーメンは柔らかい牛肉の角煮以外に白菜やキクラゲ、人参、ほうれん草などのお野菜がたっぷり入ったあんかけがかかっております。スープの色が濃いので味が濃いかなと思うかもしれませんが、味はあっさりしており、鶏ガラやお野菜、お肉の旨味が凝縮しております。こちらが角煮です。どうです、柔らかくて美味しそうでしょう。味がしっかり染み込んでおります。麺はちょい太のストレート、ツルツルでコシがあり、濃厚なスープをしっかり持ち上げる強靭さです。鶏ガラと牛の角煮の香ばしい香りが鼻を抜けます。何度も飲みたくなる魅惑のスープ。このラーメンは日本人向けに作られているのか、香辛料が控えめで八角とかが苦手な方も安心して食べられますね。中国料理は大きく分けて北京料理、広東料理、上海料理、四川料理と4種類あるのですが、上新楼さんは上海料理です。この角煮も上海が発祥の地なんですよ。上新楼の料理長の金昭和さんは上海で有名な上海新賀飯店で修行をしました。日本での料理経験を合わせて40年以上のキャリアを持つシェフなんですよ。いやー美味しいな、食べれば食べるほど食べたくなりますね。午後も仕事頑張るぞ。上新楼さん、美味しいお料理ごちそうさまでした。上新楼は上海料理なんですけれども、もしよかったらぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。